エトナちゃんは見た。私はユリ、もうすぐ彼氏との結婚を予定している。姉ちゃんお疲れ様、挙式の準備整ったんだってね。ありがとう、カツラ。招待状も間に合ったよ。あとは挙式まで数えるだけだよ。じゃあ僕先に仕事行くから、姉ちゃんも気をつけてね。うん、行ってらっしゃい。さて、私も彼の元へ行かなくちゃ。と言っても職場だけど、今日も頑張ろう。行ってきます。アカネも気をつけてね。それじゃあ行ってらっしゃい。職場へ行くと、旦那となる予定の可愛い後輩がいつものように挨拶をしてくれた。彼の名前は立花、私はタッちゃんって呼んでいる。ユリ、おはよう。タッちゃん、おはよう。結婚式、なんだか緊張するな。俺もだよ、緊張するけど楽しみだな。私も。誰から？あ、海外の袋からだ。ごめん、先に行ってて。うん。そして仕事が終わり、お疲れ様。お疲れ様。ん？どうかした？いや、なんでもないよ。それより今日は俺も仕事が大変で疲れちゃったな。悪いんだけど、一緒に食事するのはまた今度でもいいかな？うん、いいよ。今夜はゆっくり休んでね。ありがとう。この埋め合わせは次に。それじゃあ。私も今日は疲れていたので、そのまま帰宅した。しかし、ただいま。あかね、なんてことしたんだ。だって仕方がなかったんだもん。ん？よりにもよって姉ちゃんの。え、何？姉ちゃん帰宅すると、珍しく弟が声を荒げていたので事情を聞いた。そしてとんでもないことを耳にする。あかねが立花さんの、姉ちゃんの婚約者の子供を妊娠したって。なんで？待って、嘘だよね。タッちゃんに確認するから。立花さん、よくうちに来てたから、少し触れ合ううちにだんだん私が好きになっちゃって、お姉ちゃんが寝てる時に俺のこと好きそうな目で見てたのに何がダメなの？隣の部屋のお姉ちゃんに聞こえちゃう。じゃあ声我慢してね。なんで？なんでよ、あんまりだわ。ちゃんと断ってよ。それに、なんで次の日教えなかったのよ。教えられるわけないじゃん。私のことは心配じゃないの？まあまあ、仕方ないから立花さんを譲ってあげなさい。茜も彼が好きなんでしょ。うちの家系がつながるならそれでいいじゃないか。許してあげなさい、ユリ。大人げないぞ。何よそれ。お父さんもお母さんも意味がわからないんだけど。もういい、絶縁する。みんな絶縁する。式もあげない。私は結婚しない。もしもし、カリン、こんな夜遅くにごめんね。結婚の話なんだけど、私できなくなった。え、もうすぐなのに。何かあった？それが、妹がタッちゃんとの子供を妊娠して。はぁ、何それ。ごめん、声が出てこないよ。わかった、今日はゆっくり休んで。明日会社で教えて、相談乗るよ。ありがとう。その後、私は立花から慰謝料を受け取り別れた。ごめん、慰謝料払ったからもう一度考え直してほしい。もうしないから。さようなら。そういうところ分かってないじゃない。慰謝料渡せば丸く収まったって勘違いしてる。もう終わりってことよ。弟の桂も私に続き家族を見限って家を出た。こんな家族に付き合うのはゴリゴリだ。大変だと思うけど自分で頑張っていこう。翌月、会社の友人とファミレスで食事をした。今日はユリに元気になってもらうために全部私がおごりましょう。うっしし。ありがとうカリン。どれにしようかな。それにしてもひどい挙式だったよ。私あの後気になって行ってみたんだよ。え、何のこと？挙式だよ。ユリの代わりに妹さんが指揮したじゃん。挙式当日、新郎は彼、新婦は妹さんで、新郎の両親は困惑していて、会場も修羅場で。え？招待状もそのままなんだから、新婦がチェンジされてそりゃびっくりするよね。なんか新婦が説明してるなーと思って見てたら、新郎の母が新郎と新婦にビンタしてた。多分妊娠させたこと言ってたんだろうね。ほう。それから参列者は新婦チェンジした式だって知った人たちだけが帰って、席は3分の2がガラ空き状態。状況を知らない人だけが残った。はあ、あらまあ。
というか、さっきから思ってたより反応薄めだね。もしかしてもう誰かから聞いてた？ちょ、待って、それ本当の話なの？ん？本当だよ。嘘だったらこんな話しないよ。まさかこの件知らされてなかったとか。続き教えて。もちろんですとも。新郎関係者も事情を聞かされて、次々と会場から席を立って帰って。帰ります。私も帰ります。あとは勝手にやれや状態。婚約者同士の馴れ初めの話の時の司会のスピーチがね、名前もユリの名前のままで、ユリさんがユリさん、内容もそのままだったから、年齢の話も真逆で、ずっとおかしな話してた。だけど司会は号泣して話してたよ。そのままやったの？いや、配慮足らなすぎ。そんな何とも言えない空気のまま式は続行したらしい。後でその時の写真も見たけど、新郎新婦死んだような顔だった。お葬式かな。その後新婦と両親は親族から孤立、遠方から私一家を気にかけてくれていた母方は、この件で祖父母が烈火のごとく怒り狂い、事実上の絶縁。新郎も同様に向こうの両親、親族、友人全てから絶縁された。そして今回の話は会社にも筒抜けで、新郎は周囲の視線に耐えきれず退職することに。浮気男。婚約者いるのにその妹を妊娠させたクズ。みんな気をつけた方がいいよ。妹は妊娠を盾に離婚を渋っている。その後彼は同業他社へ転職を試みるも、良くも悪くも風通しの良い業界であるため、エトラ商事にいるあのアホだとダメさ加減が知れ渡っていたので失敗。ダメだ、あんなのうちに入れたら会社のイメージが悪くなる。妹の出産費用ですら私に支払った慰謝料分で貯金が尽きていたため、私両親に工面してもらったそうだ。また妹は式の空席を埋めようと小学生時代の同級生にも声をかけていたものだから、子供もなんだかかわいそうになってくるわ。ほんとほんとたちまち近隣からのいい笑い者に。そんな状況に耐えきれなかった父は定年を待たずに失踪した。この際奴は家族に内緒で会社に早期定年申請して退職しており、その退職金はそのまま逃亡費用になった。追い打ちをかけるように自宅や車のローン、母と妹の通院費に子供の養育費、そして税金等もろもろの支払いが滞った模様。家庭崩壊させられて僕らが払う権利ある？考え直した方がいいと思います。無理です。以上。奴らは私や弟に泣きついてきたが、もちろん二人とも絶縁を理由に拒否。他に頼れる者もいない専業主婦母&無職妹は全力で夫にぶら下がる。橘さん相手をするのが面倒なので弁護士を立てて丸投げしたが、さすが新婦だけを入れ替えて結婚式に臨んだ面々、恥も知らなければ綱の皮も厚い。ご視聴いただきありがとうございました。譲ってあげなさいって、婚約者は物じゃないんですから。家族までまともな思考をしていないと思いましたね。あ、弟さんはまともでした。まあそもそもの発端は婚約者なので、きちんと責任は取るべきですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。